我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は先週に引き続き漫画家の押切蓮介さんです。今週はですね、あのお父さんとのエピソードをすっげえ怖い話してくださいました。あとはね、ミスミソという漫画のね、これを書くきっかけになった夢、これは一体どんな夢だったのかと、さらにはおののけクワイダン部というね漫画の、まあ、怪談バトル、この怪談バトルというのはどういうところから発想が生まれたのか、そんな話もお聞きしました。番組をお聞きの方、ぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日、感想などを投稿してください。それではお聞きください、どうぞ。ということで、これが1周目に、なるほど、はい、なります。いいじゃないですか、いいですね、楽しいですね、楽しい回だな。毎回こんな感じで人によるは、人による、清野さんの時はこんな感じやったかもしれないです。はい、話が脱線して全然怪奇とは違う話になる。いやいや、怪奇でしたよ、山の話とか。あ、本当ですかね。金縛りも、そうですね。父親の話はね、ちょっと長いんでね。あ、そうか。あれだったんですけど。まあ、全然話してもいいです。あ、本当ですか。お父さんの話はちょっと最初に聞かせてもらうかな。あ、そうですね。いいですか。あ、全然全然。はい、じゃあ、はい、2週目いきます。はい。はい、それでは先週に引き続きまして、今夜も押切蓮介さんと恐怖について語ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週はね、押切さん自身の怪奇体験の話もね、たくさん聞かせてもらったんですけど、はい、あれですね、押切さん、お父さん、はい、お父さんにまつわる話があるっていうのを、あります。はい、ちょっと噂で聞いたんですけど、これ、どんな話ですか？僕がね、18かな、うん、僕がね、あの漫画家の押切蓮介っていう名前にするかしないかの時期だったんですけど、ね、うん、はあ、ちょうど26年前ですね、うん、1998年の3月、うん、7日ですね、はい、そうですね、ちゃんと日を、日時覚えてるんですね。そう、覚えてるんですよ、うん、高校卒業したのが3月4日で、うん、でその3日後に漫画家の押切蓮介としてやってやろうと決意したのがそのぐらいの時期だったんですけど、はいはいはい、その時期に、うちの親父がね、まあ、昔はね、家族4人で暮らしていたんですけど、はい、兄貴と母親と親父と僕で暮らしていた、うん、とあるね、川崎のマンションがあるんです、はい、そのね、マンションっていうのがね、川に囲まれた変な立地のマンションだったんですよ。川に囲まれたマンション、はい、川に囲まれたマンションでね、うん、で、まあそこに住んでる、ね、ちょっと年老いたおばあさんとかがね、うん、もうね、本当にね、このマンションの、立ってる場所が悪いと、はあはあ、うん、いいものも全部流れてっちゃうみたいなことを言っていたのをね、覚えてるんですけど、うちにね、うちが住んでいた部屋っていうのが105号室だったんです、はい、ある日ね、その305号室のお父様、うん、亡くなられるんです。2個上のフロアってことですね。そうですね、はい、その数日後に205号室のお父さんが、自死。あ、怖い。ちゃうんですよ。そこで。近づいてきてる。怖い。降りてくるんですよ。はい。で、しばらくしてね、うちの父親が、はい。臭いぞ、この部屋ってね、騒ぎ始めるんですよ。はいはい。で、僕には何も匂いしないんですけど、うん、すごい匂いがするよ。ヘドロ臭いよみたいなことを言うんですよ。はい。
まあ、確かに川が近いし、うん、ヘドロの匂いがしても、まあおかしくはないんですけれども、はい、僕には全然そういう匂いも感じなかったしね。父親がね、いきなりそんなことを言い出したから、まあ、僕とね、母親もちょっと、なんだろう、この人って見てたんですよ。うん、次の日ね、うん、行方不明なんです。え、うん、ちゃんとめっちゃ怖いじゃん。うん。次の日からは行方不明なんです。で、捜索届け出したりとかしてね。はい、まあ、本当に、不思議なのが、靴も財布もあるんですよ。よく言われるじゃないですか、怪談話でよくある。はいはい。何もかも残して、忽然と消え去る。あれ、うん、完全にうちの親父もそうだったんですよ。うん。大切なものを全部残して、いきなり家からいなくなる。しかもその305号室205号室で起きた人たちのことをもう考えると完全にこれなんか怖いことが起きたんじゃないかって、うん、やっぱそっちの方に想像が及ぶじゃないですか。はい。で、まあちょっとその父親のね安否もわからないしね、行方もわからないからしばらくそのマンションで暮らしてたんですけど、まあ、1年後ぐらいかな。1年後か2年後ぐらい、まあ、そのマンションで暮らしてたんですけど。1年行方不明のままなんだ。はい。そう、ずっと、もう、音信不通になってね。で、もう兄貴が結婚するということで、家を出てって。うん、で、はあ、母親と僕で、二人で、しばらく暮らしていたんだけれども、ね、うん、まあ、二人でこのマンション広いからって言って、うん、まあ近くのアパートに越そうということになって、うんうんうん、そのね越したその日にね変な夢見るんですね僕が。ほうほうほう。うん、でそのマンションでから、うん、まあその退去しようっていう、まあ、夢なんですけど、夢、はい、荷物を持ってでバスに乗るんですよ。でバスに乗って、あ、もうこのマンションとはお別れかと思って。で、バスの一番後ろに乗ってね、わーって遠ざかっていくところに、そのマンションから、うん、うちの親父が、パッって出てきて、え、うん、りょうたん、つけてくれ。って言いながら、こっちに向かって走ってくるんです。ほうほうほう。ちなみに、りょうたっていうのは僕の本名なんですけど。あ、本名りょうたやったんですか。本名りょうたでございます。りょうた。りょうた、助けてくれ、助けてくれみたいなこと言ってるんですか。助けてくれ、ほうほうほう、言ってるんですよ。ほう、マンションから走ってきて、ほう、そのままバーッとバスがこう遠のいてカッて夢から覚めるんです。ほうほうほう。で、うわー嫌な夢見たって思ってたら、うん、襖を隔てて向こうの部屋から、はい、うちの母親がね、うん、ああって言ってるんですよ。はいはい。で、え、なんだ、うなされてるぞって思って。お母さん？お母さんって言って、起こすんですよ。はい。そしたら、ああ、よかったよかった。夢で、ああ、びっくりした。って言ってて。どんな夢見たのって言ったら、うん、僕と全く同じ夢見た。怖っ。怖っ。お父さんの、気持ちがまだあそこにあるのかもね、みたいなことなんか言ってたんですけど、母親ね。うん。やっぱりうちの親父はまだもしかしたら、あの場所にいるかもね、みたいな。そういうエピソードがあるんですよ。いや、うん、お父さんは、その後。その後ね、僕が30過ぎの頃に、はい、とある編集部で働いてるっていう情報を聞いて、消息がつかめるんですよ。え、働いてたんですか。働いてたんです。うん。どういうこと？どういうこと？生きていたんです、ね、うん。生きてた。そう、生きていたんです。父親はね、家出をしていたんです。で、まあ、会った後にね、はい、何してたんだって言ったら、はい、まあまあ、違う女のところで、ね、暮らしていたんだ。あのマンションに対する未練とかあったの？ないないない。何か。という話を、
狩野英孝さんのね、はい、怪談のシーハナ、シーハナの、はいはい、話、うん、シーハナでねぶちかましてやったんですけど見事に狩野英孝さんをずっこけさせましたいやお父さん見つかるまでめちゃくちゃ怖かった、うん、怖かったね。それまでは僕の中では立派なもうね怪談話としてね扱っていたんですけどね現れてしまったからねもう台無しですよ。だから本当に人を怖がらせたい時は、はい、こうね、親父は今でも見つかってませんって言ってね嘘をぶっこくんですで見つかっちゃったんですね。見つかってしまいましたね。で十数年後ってことですか、30、はい、そうです十何年後にお父さん見つかった、うん、そうだからあの305号室と205号室の件もねなんかすごいね偶然だったんでしょうね。偶然、いやすっごい偶然だったんですよそのタイミングでね行方不明になるからねこらもうこっちもねいや怖いお化けのせいだって思うじゃないですか。むちゃくちゃ怖いからですけどなこの展開怖いっす、本当に。あの時は怖かったですよ。夢見た時は一番怖かったし。お母さんも夢見てますもんね。そう。同じ夢見るなんて、ね。ないっすもん。すげえ怖いな。うん。ここまで来られたらもう怪談話としてはもう素晴らしいものになったはずなんですけど。素晴らしい話でしたよ、今。現れてしまった。なんで現れたんだ、親父。なんだ、と思って。いや。まあまあまあ無事でよかったんじゃないの、ね、とは思ったけど。そうですね。うん、しかし何も言わずに急に失踪するんですね。家出をするんですね。そう。それと相まって、うん、まあ母親と一緒に暮らしていた時に見た J ホラーブームが来るんですけど、ちょうどその頃ぐらい。ははは、なるほどなるほど。その頃に何を見せても負け戦だ、負け戦だって言ってたところに、ね、はい、親父を連れ去ったお化けという存在に対して、ね、うん、憎しみがだんだん出てきたぞと思ってね、ほうほう、その母親の、ね、発言と父親のエピソードが、ね、はい、重なって、うん、よし幽霊をぶん殴ろうっていう発想に至ったんです、うん、そういう、あれがあるんですね、流れが。そうです、ちゃんとね、ちゃんとシスがあるんです。いやー面白いなそれは。ありがとうございます。はあ、そうか。ね、だそれを、うん、まあだからその時はお父さん見つかってないですからね。本当にお母さんも、そう、うん、もうゆる幽霊ゆるさんっていう。そう、何か怪奇現象でね、はい、なんかもし行方不明になったのであれば、神隠しにあったのであればね。はいはい。ね、俺は理不尽なんじゃないのかなと。なあ確かに思っていたんですね。だこの、体験をまあギャグっていうのかな、はい、コメディに昇華したのが、はい、デロデロになるわけですよね。そうですね、で、うん、これ今の話聞いて僕それをまさに何ていうかな、真剣にホラーとして昇華したのがサユリじゃないかなって今思ったんですけど、うん、あ確かにそうですね。今の話聞いたら、さゆりのおばあさんってなんかお母さんっぽいですね。あ、確かにそうですね。真の像を動かしてね。いや、そうそう、うん。ちゃんと生きていれば、その、死んだものなんかには負けたりはしないんだ。いや、みたいなね。ぜひこのさゆりのお話をちょっとね、おしきりさんにもお聞きしたいなと思ってたんですけど。ああ、はい。さゆりという作品、まず、うんうん、どういう、まあ、あらすじというか作品か説明してもらっても大丈夫ですか。はい、あ、はい、神木家というね、うん、なんかむつましい家族がね、はい、いたんですけれどもね、お父さんお母さん、主人公お姉ちゃん、はい、弟、うん、おじいちゃんおばあちゃんと7人ですね、はい、この7人が中古の物件ではあるんでだけれども一軒家を、うん、購入してね、うん、まあ、マイホームを手に入れて、まあ、移り住んできたわけですよ、はい、うん、ところはね、どうやらそのお家にはね疑惑があったということでね、うんうんうん、幽霊がいるんですね、はい、そのお家には。でその幽霊によって次々と家族が殺されていくんです。いや、そうなんです。そこでもうネタバレしちゃうんですけれどもね、うん、最終的に残ったのが主人公の男の子と、はい、ね、ボケてしまったおばあちゃん。
いやそうだ、ね、もう、うん、この二人でどうないすんねんっていうところで、うんね、ボケていたはずのおばあちゃんがなんと覚醒する。そうそうそう、胸圧展開なのそれ。そう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 。おい、このままでいいんかと、はいね、やられ損のままでいいんかと、うん、おう、おばあちゃんが奮起してね、はい、その主人公の男の子にね、いかに幽霊に打ち勝つべく人としての生き方を、ね、うん、教えていくんです。はいはいはい。それによってこの幽霊に対してどのように、ね、うん、対抗できるかっていう話なんです。いやそうなんですよ、うん、これは復讐劇です。めちゃくちゃ刺さりましてね僕。ああありがとうございます。だって2009年ですかこれ書いたのが。そうみたいです。なん全然事故物件なんて、うん、ね、出て大島てるさんもまだやってない頃じゃないかな。まだやってないぐらいですよね。いいですね。の時に一番怖い事故物件話というか、うん、もう典型的にね嫌なことをされてますからね、はい、この事故物件にね。でしかも、うん、今のねお父さんのエピソードを聞いたら、うん、その家族が、うんうん、まあね幽霊によってね、うん、消されてしまうっていうことって、うんうんうん、まさに失踪したお父さんそのものじゃないですかこれ。確かにそうですね。確かに今までねそのギャグとして消化していたんですけれども、うん、あの真面目にやろうって思ったのはそのこういう映画が見たいという願いから、はあはあ、うん、じゃあ僕が書くしかねえっていうことで、はあはあ、さゆりを書いたんですね。なるほど。もうずーっと負け戦の連続でね、はい、Jホラーを僕は楽しんでいたんですけれどもね、うん、まあそれは当たり前ですよ。そのホラーっていうのは怖がらせてなんぼなんです、はい、負け戦。そう、負け戦なんですよ。最後に嫌な思いさせてもう大正解なんですよ、うん。だけどいやもうそろそろもういいんじゃないのかなと思って、ね、こういう映画ができてほしいなと思ってたんだけれどもね、うん、どうやらできる気配がなかったんで、はあ、私が書いたんです。そうだ、はい、これそうかもう15年前の作品やったんですね。こんな作品なんですね。結構古いの。ああ、いやが僕事故物件10年住んで、うん、まあ僕で全然生きてるんですけど、はい、なんかねいろんな人から事故物件の話聞くと、はい、なんかすごい取り込まれてしまったとか、まあ、不幸な方向へ行く人とか、うん、ねの話とか本当に負け戦な話とかも聞くんですけど、うんうんうん、ね、いっぱいありますよね。ね、いっぱいあるんですけど、うんうん、いやもうなんとか、うん、そう、それこそ仕返しできないのかなとかいうのをすごい思った時に、多分、うん、フィジカルを充実させるっていうんですかね、体を鍛えるって、うんうん、はいはい、すごい大事なことだなっていうのが、まあ、とある体験で、うんうんうん、気づいたんですけど、それはね、その病気で悪霊に取りつかれて、うんうん、手術ができない、悪霊が手術なんかしたくないって言い出して、うん、手術しない女の子がいまして、はい、それはまあ、それこそ霊媒師的な方なんですけど、京都の巫女さんに見てもらったら、はい、そんなもん死んでるやつらより生きてるやつの方が強いに決まっとるやんみたいな。おお。うん。で、いいっす、悪霊に対しても言ってたんですよね。おお。あんたらもうこんなのもんじゃないねんから、あんたらがな生きてる私らに勝てるわけないやんみたいな。おお、いいっすね。そのこのセリフ最高じゃないですか。そうなんですよ。いや、松原さんはねやっぱ魂が強いはずなんですよ。魂ですか。魂強いです。絶対ね、もう、ゴムブトですよ。ゴムブトですか。ごぶっとい魂をお持ちになさってると思います、僕は。ありがとうございます。ねえ。いや、だからそういうのがあって、うん、いや、そうなんだよなと、うんうんうん。生命力に勝るものはないと、うん、そんな呪いや資料なんか。そうっすよね。っていうのを、なんかすごい、このさゆりという漫画は、すごい、表してくれてんじゃないかなって思って、ね、そうそう、生命力を濃くして命を濃くしていればね、死人なんかには負けねえぞっていうのがそのおばあちゃんの発言であるんですけれどもね。いやそうなんですよ、ね、うん、もう最も怖くて最も希望のあるホラー作品じゃないかなってね、まあ、だからねそう結構ホラー好きの読者は、ね、うん、
さゆりをすごく推してくれる。さゆりいいっすよね。そうそう、あんまり売れなかったんですけれども。最近あんまり売れなかったんですか。あんまり売れなかったですね。めちゃくちゃいい話やのにな、これ。本当ですよ。僕の中で一番好きなんですけれどもね。はい、あんまりね、数字は伸びなかったですけど、ね。そうですか。ただ、すごくね、こう、クロウト受けするっていうか、ね。ああ、そうか。ね、はい、ファンはすごくね、こういっぱいいるんで。ああ、さゆりファンはいっぱいいると。ああ、それだけでも満足です。ああ、なるほどな。うん、まあ、対してこのミスミソウの方ですよね。はい、ミスミソウもまたこれ嫌な話ですね。いやこれもね、これとある夢を見たのがきっかけなんですよね。はい、あ、ミスミソウを書くきっかけが夢からこれ夢からなんですよ。はいはい、清野徹君ってさっき、ね、あの先週出てきました清野徹さん、はい、先週話した清野徹君って僕のお友達なんですけどね、はい、漫画家の清野徹君っていうのは僕のね、もうライバル的存在なんですよ。うんうんうん、同い年かつデビュー時期も一緒。うんうん、ね、テイストは違えど、まあ、あの、お互いを意識し合っている仲なんですよね。うんうん、はい、そんな彼がね、ベルセルク級の作画でね、うん、漫画を描くという悪夢を見たんですよ。芸人同士でもあるんじゃないですか。同じぐらい頑張っていたね、はい、あの同期がね、突然超絶売れっ子になったりとか、はいはいはい、突然こうテイストを変えてとんでもなく売れたりとかすると、あ、すげえネタをあの作りよったなみたいなこと、作りよったなっていう焦りと恐怖、はいはいはい、まみれるはずなんですよ。僕はもうその夢を見た時に、起きた瞬間もう汗びっしょりだったんですよ。は、多分叫び声を上げながらね、起きたと思うんですよ。ああみたいな感じ。はい、でよかったっつって、僕はもう清野君にね、確認しましたよ。うん、君のテイストはそのままかいって。うん、残っちゃうって。それをってね。これを先にやられたら僕はたまったもんじゃねえぜって言って、今までね、デロデロのテイストで頑張ってきた中でね。うん、ちょっと違うギャグを抜きにした漫画を書いてやろうと思って、はあ、慌ててやったんですね。なるほど、清野さんがベルセルクみたいな漫画書きたい夢みたいな、あれはそうね、清野くんのせいです、ね、清野さんのせいであり清野さんの、まあ、おかげなのか、そう、おかげ、そうです、おかげですね。あ、それでそうなの、テイストを書いたっていうのが全ての始まりでしたね。なるほど。で、またこのホラーっていうのもまだこの別のホラーじゃないですか。そうです ね, ね、これはあのホラー M っていうね、うん、あの誰しもが知っているホラー雑誌、うん、今はもうないんですけれどもね、はいはい、ホラー雑誌で連載させていただくっていうことになって、うん、でどうすればいいんですかっていう話を編集者に、まあ、聞くんですけど、うん、とにかく人を不愉快にしてくれと、うん、あ、そういうことなんや、うん、人を不快な思い、不愉快な、はい、ね、不安な気持ちにさせてくれ、はい、全力でそう言われてね、はあ、はい、頑張りましたよ。押切さんのそのキャラクターの絵柄って、ま、なんか可愛らしいイメージじゃないですか。あ、マジですか。その登場人物の女の子とかも可愛らしい感じなのが、はい、この、うん、どうそこから冬、まあ、だから逆により不愉快になったのかな、映ったのかなっていう。ああ、そうですね、ギャップが結構、ね、うん、きつかったのかもしれない、ね、いや確かにね、うーん、そうなっていくんやっていう。そうですよね。まさか自分のキャラクターがこんなに切り刻まれるとは思わなかった。そうですね。あ、できるんだ。あ、できるんだって、その自分で気づく。そう、気づきましたね。あ、俺切り刻めるんだ。ちょっと怖い感じですけれどもね。いやー、でもミスミソーのファンもやっぱ多いんじゃないですか。あ、そうですね。ハイスコアより売れているっていう。え、ハイスコアよりミスミソがあるより実は売れてる。え、そうなんですか。そんな意外にも、うん、映画化もされてますもんね。そうですね、電子書籍の方がね、はい、なんかね、売り上げがいいんですよ。あ、そうなんだ。
そう、みんなね、携帯とかでね、こそこそっと漫画を見るときにね、純愛をテーマにしたハイスコアガールとかよりはね、いじめで復讐ものっていう方にね、みんな目をやるんでしょうね。確かになんか広告みたいなもうなんかいじめられた妹の復讐で兄が立ち上がるみたいな、なんかそうそう、ああいうのいっぱいあるじゃないいっですぱいあか。りますね。ああいうのね、みんな好きなんですね、やっぱり。復讐劇。復讐劇ってね、みんな好きなんですよ、ね。なるほどな。復讐好きですか？復讐ですか？ 復讐、そうですね。ホシキさんも見てらっしゃるかわかんないですけど、人間失格っていう、キンキキッズと、赤井英和さんの、ドラマ、めっちゃ好きでした。例えば僕が死そう、んだ例えら、ば僕が死んだら。ね、知ってますあよ。れ、めっちゃ好きでしたね。最高でしたそね、あれ、れ最ね。高でしたね。もうね、6話以降のね、父の復讐1、ね、2とあるんですよ。あれ最高でしたいや、ね。最高。で、めっちゃ怖かった、斎藤洋介さんが殺されるとこ、プああ、ールで。プールで。そうめちそうゃそう。くちゃ怖かった。何でしたっけ？岡持ちでしたっけ？岡本ちゃん、ラーメンのね。そうそうそう。あれでぶった切るんですよ赤井英和さん、怖かったな。ね。ねえ、頃もああいう過激なドラマいっぱいありましたもんいっぱいあね。りましたね、あの時期。まあね、そう、松原さんとはほぼね、同世代っちゃあれだけど、そう、ちょっと僕は下ぐらいそう、下なんぐで、らいで、だから見てるものは意外と被ってはいるはずなんで確すかに。よ。だから、家なき子から始まりね。ああ、そっか。そう、そっからの人間失格と来そうたんそうだけど、そう。まあ、なかなかね、きついドラマでしたね、いあや、れもきね。ついドラマ多かった。あれ、でも野島伸司でしたっけ？そうですでね、す両ね。方ともそうです。野島って何やってんだっていうぐらい、きついものをぶちかましましたね、あの人は。私がワクワクしましたね。おお。でも、そこまでやりすぎんといてっていう。ああね、でもお父すさん、ごくね、ちょっとやりすラぎ。ストは感動するラスし。トね。そう、強し、誠の幽霊が誠一の瞬幽霊感がね、人間失格の話になっちゃってるけど。そうっすすいね、すいません。いや、そう、いや、でも復讐劇は、そのイメージがあるから、やっぱ、好きですね、確かにね。そうっすね。さゆりからのね、いじめの復讐ものいじめのが、復讐ものね、お互い好きだっていうことが分かそうりでますした。ね、わかります。それで、今、連載中ですね、「もののけクワイ南部」。こちら、怪談のバトル漫画ですけれども、これは、押切さんは、あれですよね、ゲームも好きやから、そのバトル、格闘ゲームとかも、バトルもんの、漫画もあるわけじゃないですか、ハイスコアガールもそうでしょうし、まあ、そうですね。まあ、バトルものは好きなんだけれども、これまた、そこからのなんか、つながりみたいなのともあったりする。つながりというか、いや、まあ、格ゲーとはまた全然違やっぱ全うんです然違けれう。ども、まあ、どんな業界にもね、世界にも、ね、なんつうんですか、こう、人が争うっていう姿は美しいなと思ってね、怪談にもきっと、怪談界にも絶対あるはずなんですよ。怪談界のバトルが、だからもう、僕はね、ニコニコの頃からね、ニコニコ動画をとかよく見ていた頃からね、その怪談界隈っていうのはね、こう、ずっと勉強していたんですけれどもね、よく揉めるんですよ。松原さんは多分ご存知ないかもしれないですけれどもね。いや、噂ではというか、怪談界の歴史を聞くと、どんだけ揉めてんねんみたいな。揉めてるんです。ね。怪談ファンからしたらね、そんな話聞きたくないと思うかもしれないけれどもね、揉めるんです揉めよ。るんですね。この人たちはね。ね、なんで揉めるんだろうなと、まあちょっと今でも不思議ではあるんですけれどもね。その姿をこうずっと見ていくうちに、これもだったらもう怪談で勝負すりゃいいじゃねえかってね。いつかそういう漫画を描いてやると思ってたんですよ。だから、ね、同じね、怪談師っていう、ね、中で、怪談バトルをしていく漫画が描けたら楽しいだろうなと思ってね。しかも学園ものというか、ドカベンじゃないですけど、全国の怪談部が全国大会でトーナメントするっていう。そう、全国にどれだけ怪談部があるかわかんないですし、実際あるかどうかも、
多分ないとは思うんだけれども。そうですね。サークル同好会はあるかもしれないけど、もしかしたら、ね、そうですね。同好会は絶対あるけれども、うん、普通の高校で怪談部っていうのがね、あの茶道部と同じぐらいの価値観でこう存在しているんですよ。はい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 。なるほどな。道としてあるみたいな感じですね。そうそうそう。普通にあるんですよ。はいはいはい、怪談部っていうのは、うんうんうん。それのまあ怪談部、全国の怪談部が集まって全国大会をするっていうのが、うん、まあ2巻の構成なんですけど。だ、はい、からいいですよね、うん。1巻は1巻でこの部長と、うん、部長の女の子と、後輩の。古典怪談と現代怪談の違いで揉めるみたいな。そうそうそう。もうね、もうちょっと忘れてたんですけど、あ、そういう内容だったかって今思い出したんですけど。そんな内容でしたよ。そう、僕にとってはもう古典怪談だろうが現代怪談だろうがね、もう別にどっちでもいいじゃないかとは思っていたんだけれども。はい、でもあの山で怪談を探しに行くぞって言って2人で山登りした時に、うん、山の怪異は古典も現代も入り混じるっていうことで友情が芽生えるシーンは僕は面白い。そうそうそう。そうなんですよ。あの、やっぱ派閥とかはまあないとは信じたいけれどもね、はい、うん、まあ揉める要因にもあるのかなとかね、うん、まあそれぞれのねこだわりはあるやろからな、はい、そうそうそう、それが2巻では全国のまさに天下一武道会みたいな、うん、そうですね、いがみ合っているっていう、はいはいはい、いやこの2巻今も連載中か、まだね3巻がいつ出るのか、そうですね、僕も分かんないです何年後になるかとかっていう、はい、こちらも楽しみにしておりますということで、じゃあちょっと最後、はいはいはい、皆さんに聞いてるんですけれども、一番怖いものですね、ズバリ押切さんにとって一番怖いもの、これは何でしょうか。まずね、お金がなくなるっていうことですね。お金がなくなる怖い、ね、お金がなくなるっていうことは相当恐ろしいなとは思うんですけれども、はい、そういった話じゃなくて、いや結果それがだからまあ本人にとって怖ければ、うん、もうそれが、ね、うんうん、怖いものなので、あ、ちょっと逆に質問していいですか。あ、はいはい、松原さんにとって一番怖いものって何でしょう。僕ね、これも何かで言ったかもしれないですけど、うんうん、まあ、飽きちゃうのが怖いんですよ。飽きる、まあ、それこそ、まあ、階段に飽きるもそうでしょうし、はい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 、そのまあ表現す、表に立つのに飽きるとか、あ、何調べ物に飽きるとか、はいはいはい、なんだろう、なんか飽きた瞬間終わるなっていう。あ、なるほど。ちょっとそれパクっていいですか。パクるんですか。パクっていいですか。あのね、そう、それを聞いて思い当たる節がだんだん出てきて、あ、出てきました。はい、うん、僕あの仕事が早いって言ってたじゃないですか。はいはいはい。じゃあもうその仕事以外に何してるかって言ったら、うん、まあ、ゲームしてるか、うん、YouTube 見てるだけなんですよ。はい、うん、もしそのゲームと、うん、YouTube が飽きてしまったら僕はどうすればいいんだろうってこの前思ったばっかりなんですよ。あ、この前思ったんですか。この前ちゃんと思いました。ちゃんと思ったんですか。ちゃんと思いました。だから仕事もまあさらに飽きたりとかしたらね、はい、俺一体何のために生きてんだろうって思うじゃないですか。そうですよね。うん。結婚に失敗して、はい、趣味も中途半端に終わってしまったら、はい、なんか何のために生きてんだろうなとは思いましたしね。仕事にはもうだから飽きてしまうと、まずお金がなくなりますよね。そう。それも怖いですしね。で、趣味であるゲームと YouTube に飽きてしまうと、うん、なんだろう、ストレスの発散場所がなくなるというか、うんうんうん、なくなるし、ただ生きてるだけの動物になっちゃうっていう。いや、だから怖いですね。そうですね、無関心になってしまうのが怖いですね。無関心になることが、ああ、そうですね、うん、はいはいはい、ちょっとパクらせてもらって大丈夫ですか。そうそう、大丈夫です。最初の余計になんか金がねえって言ったやつはもうカットしていただきたいぐらいです今反射的に言ってしまいましたけれどもね。すいません、本当に。お金がなくなったら怖いのはもちろん怖いですよね。あんた、そりゃそうですよ。はいはいはい。そこまでに行き着くプロセスを全然説明できなかったのかな。悔やまれな。まあでも確かに無関心になってしまうと、まあいろんなものがこう、なくなっていく。結果お金がなくなる。それを言いたかったんですよ、僕は。最初から。それを言いたかったんですよ。それを言いたかったんですよ。それを言いたかったんですね。僕も好奇心旺盛な方なんですよ。あ、はいはいはい。そう、音楽をやろうとかね。そうですよね、音楽。ね、怪談をやろうとか、うん。
配信もやってみようとかいろいろなことしたいって思う人なんですよ、はい、そんな僕がもし何にもね無関心になっちゃったら確かに恐ろしいなって。恐ろしいですね、うん、好奇心がなくなると、はい、確かに、はい、いいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。何にすいません、何にも考えてなかった、はい、いや大丈夫ということで、2週にわたり押切礼介さんにお越しいただきました。いやお知らせすることとかは、はい、言葉足らずっていうか説明がたくそで、もうなんかこういうところ来るとねちょっとね、はい、あの喋りが本当に下手くそになるんですよ。いやそんなことないですよ。ちょっとダメだ本当に、ね、めちゃくちゃ怖かったけどな、お父さんの話。あ、本当ですか。はい、めちゃくちゃ怖かったです。お父さんは、一昨年本当に亡くなりましたね。あ、そうだったんですね。あ、やっと一昨年亡くなりました。うわ、その話も聞きたかったな。あの幽霊になって出てくることもなくね、うん、ああそうですか。何にもそこら辺はエピソードとかなくてね、はあ、生きていた時の方がよっぽど幽霊っぽかったですよね。不思議やな、うん、生きていた時の方が幽霊っぽかったわ。すごいな、うん、すごい関係性やな、ね、うん、やどう突っ込んでいいか分かんないと思ねえ。まあでも申し訳ないです。それがまたね、事実は小説よりきなりで。事実やもんな。すいません、やりにくいゲストで申し訳ないです。いや、めちゃくちゃ やりやすかったです。よかった。まだどこかね、はい、あの心霊スポットなどもし、ああ、もしもし、はい、全然よければニコ生とかしながら。ニコ生やんないですね。あ、ニコ生やんない。いや全然ね、もう大阪の方まで行きますんで。あ、まあ、ですか。ぜひぜひちょっとまた連絡させてもらいます。はい、了解です、はい、ということで、じゃあ押切さんありがとうございました。ありがとうございました。2週にわたりお越しいただきました押切蓮介さんでした。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。押切蓮介さんでした。ちょっとたくさんね、まだまだ聞きたい話もいっぱいあったんですけれども、あっという間でしたね。おののけ怖い談部ね、おののけ怖い談部の、2巻は僕帯も書かせてもらってますんでね、ぜひともちょっと読んでいただきたい。まだ押切さんの漫画もう全部読んでもらいたいですね。ぜひともね、これをきっかけに皆さん押切ワールドを体感していただきたいなと思います。さあ、一体来週はどんなゲストが登場するのかお楽しみに。そして恐怖の歓声を磨いてお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版です。どうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々今宵はここまでです。皆様どうかお元気で、さようなら。それでね、親父普通に働いてたんです。